はい、本日はスニーカーマニアにはぜひやってほしいアプリハグレットになります。でこちらはですね、このゲーム内でスニーカーを集めていくんですけども、あの実在のものもあるので、例えばここにスタンスミスオールホワイトとか、アディダスの 4D ですね、アママニエールのコラボのやつとかあります。で、今ニューバランスとかですね、あとはアディダスのファレルのやつですねとかあったりします。あとはニューバランスの990の V3 とかもあったり、私が今集めたのは、フォーラムのローとかですね、こういったニューバランス、あとバンズのオールドスクールですね、あとウルトラブーストのアディダスのやつですねあります。まあ、アグレットっていうこのアプリ自体で、出しているスニーカーですね、はい、もあったりします。でこれは、歩いて貯めていくんですけども、この歩いていくとその歩数に応じてこの節目あります。例えば1000ステップとか、2500ステップでスニーカーもらえますというところですね。ちょっと私が今3万5000ステップまで行ってます。でちょっとやりすぎまして、ちょっと足が激痛ですね、今激痛になってます、尻尾張ってます。で今私が履いて一足履くことができるんですけども、それに、スニーカーにですね、一応ランクだったりですね、このティア3っていうのは、ティア0が一番あのレア度が高くて、5が一番下ですかね、はい、なので大体中間ぐらいですね。なのでイージーブーストの 350V2 ですねを今履いているっていう形ですね。でこれあのリペアとかって言って修理とかしていくんですけども、修理の回数とかも、上限が決まっていて、はい、それで修理するところも地図上に出てくるので、そこに行って、今日私あの1回リペアしたんですけども、するとこの、パーセンテージがマックスになって、さらにあの使うことができるっていう形になります。これずっと使っていくとゼロに向かっていくので、ゼロになると、ですね、ポイントが確か入らなくなるっていうところです。私もちょっとゼロになって履いてっていう実験をちょっとしてないので、はい、ということになります。そしてですね、これあの実際手に入れたものはこのマーケットが用意されていて販売もできるんですね。こういった形で販売売ってるので、歩いてポイントを貯めて、そのポイント貯めたポイントに応じて、売買ができるっていうところになります。でまだこれアシックスとかですね、ゲルライト3とかあるんですけど、ナイキとかはまだないみたいですね。ニューバランス、アディダスですね、その辺があります。なので、ジェレミー・スコットとかありますね、最近のやつだと思いますこれですね。そういったものもあるので、はい、スニーカー好きな方はぜひですね、やっていただければなと思います。でこちらアプリのダウンロード URL と、招待コードあるので、招待コードを使うと、1000ポイントですね、でお得にもらえたりするので、ぜひ使っていただければなと思います。あとはですね、地図がありまして、現在地が今ここなんですけども、これ私のアイコンですね。ですね、こういったいろんなところでこうポイントがあるので、そこのポイントを通過するとですね、ポイントがもらえますっていうところですね。はい、例えばこうクリックタップすると、トレジャースタッシュということで、ここのところですね、行くと、実際に行くと、ポイントが500とかですね、1000とか、またはスニーカーもらえたりしますので、ぜひですね、歩きながらこういったポイントを貯めていっていただければなと思います。ですね、場合によってはこうあまりこうトレジャースタッシュがない地域もあるかもしれないですけども、一応、私のところではこういった感じになっています。はい、じゃあちょっとですね、靴の状態とかですね、こういった天気もちょっと反映されたりします。で今持ってるのをこのところタップしていただけると、こうやった形で、見ることができますっていうところですね。はい、ちょっとこれ比較的ですね疲れるんですけども、ちょっと引き続きやっていこうかなとは思っています。でちょっと私、NFT を気になってるので、この NFT ってボタンあるんですね。
で今 NFT はないんですけども、確か5月14日にあの何かしら出るっていうお話があるのでちょっと楽しみです。一番楽しみなのはこの NFT があるから私この、まあ、NFT とスニーカーが好きなので、始めたっていう経緯ではあるんですけども、はい、一番面白いのは実在する、スニーカーが実際にあって、まあ、それを履いて、ポイントを稼いでまた新しい、スニーカーを手に入れるとか、まあ、二次流通ですよね。一回手に入れたものを、転売するとか値段をつけて転売するっていうこともできるので非常に面白いかなと思って進めてます。はい、そうしましたら、こちらの URL と、招待コードまた貼っとくので、はい、ぜひそちらを使ってですね、お得に始めてみてはいかがでしょうか。まあ、運動にもなるので私は非常にいいんじゃないかなと思います。ただやりすぎると足ちょっと痛くなったりするので、そのウォーキング用のスニーカーですね、疲れないスニーカーで臨んでいただければなと思います。それでは本日の動画は以上となります。こちらの動画よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。